おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？夏休み真っ盛りという感じで、どちらかというと、やっぱりこうね、生活のリズムが乱れがちですけれども、身につけたい習慣という、身につけたい習慣という、ちょっとですね、コメントを読んで、書いてみました。身につけたい習慣。早起きする。積み立て貯蓄。定期的な運動。1日15分の読書。歯のメンテナンス。健康的な食事。質の高い睡眠。こまめな水分補給。新しいことにチャレンジする。毎日実行したことを記録する。まあこれ、身につけたい習慣としてはよく出てくることだと思いますよね。これがこう積み重なっていって、まあ健康が、こう、なんて言いますかね、こう、維持されるとか、ある意味でのこう充実感がこう、湧いてくるとか、そういう部分ですよね。早起きする。積み立て貯蓄。定期的な運動。1日15分の読書、歯のメンテナンス、健康的な食事、質の高い睡眠、こまめな水分補給、新しいことにチャレンジする、毎日実行したことを記録する。まあこういうことの中の、まあ一遍にというわけにいかないでしょうけれども、いくつかをですね、習慣化するということを心がけて、健康的なメリハリのある生活ができたらいいですよね。まあ、せめて夏休みの間だけでもというか、せめてこのお盆の期間の間だけでもというか、そんな感じで始めてみたらいかがでしょうかね。小さな習慣。まあ、小さな習慣が悪い方向に、私たちを持っていってしまう部分もありますけれども、良い習慣というのは間違いなくあるわけで、それをなんとか身につけながら、そういうものをこう積み重ねながら生きていけたらいいなと思いますね。良い一日になりますように。それではまた。